はい、ということで洋楽を歌う時の英語発音シリーズ第3回は日本語で言うところのし、ち、じ、じを取り上げたいと思います。この動画のサムネイルにはね、ジョージちゃうでジョージやでってね書いてあったと思いますけども、英語を使う時はじとじの音は違う音だと認識しようというお話です。この動画を最後まで見ていただけると、日本語では今では区別しない G と G の音が違う音であるということが理解できます。それではそれぞれの音を順番に見ていきましょう。まずは日本語でいうところの C ですね。英語では SH のスペルでこの音になることが多いですね。よくね、静かにしてくれっていう時のしっていうこの音だというね、まあ教え方をする教材とか先生も多いですね。ただまあ日本語のし、C のシーンとこの英語の SH のしっていうのは、まあ、似てるけどもちょっと違う音ですね。日本語のしを言う時よりも、まあ、若干、まあ、ほんの若干ですけども下顎を突き出して、こう唇も前に、まあ、キスする時のね口の形みたいな、こういう若干ですけども、まあ、やりすぎるとねちょっとおかしいんで、しこれがしが日本語だとするとしこうすると、日本語のしよりもちょっとダークで深いような響きのしになります。しでこの口の形のままちを言おうとするとちという音になります。このチーの時は、こう、破裂させるような要素も含めるようにしてください。シの方が、無声後部歯形摩擦音ということで、チッ、チッ、チの方が、無声後部歯形破裂音ということになっています。違いは、摩擦音か破裂音かということですね。で、音を作ってる場所とかは全部一緒なんですけども、摩擦音か、破裂音か。いや、摩擦音と破裂音と何が違うのかというと、摩擦音は口のある部分をこう狭めたりして、その間をこうちょっと無理やり空気を通そうとして、その摩擦によって起こる音ですね。シーッという、こういう音ですね。これ今はこの歯茎のちょっと後ろぐらいと、舌ですね。で、舌で、狭めて、その間を空気が摩擦によって起こることですね。で、一方、破裂音っていうのはこれ、摩擦音と破裂音が混じった音なんですね。混じったというか、もう同時に起こすという、そういう音ですね。チの場合は、この T の下のタっていう、一旦こう下で空気をせき止めておいて、それがパッとこう離れた時に、まあ、炸裂するような音と、このシの摩擦音が混じって、チッ、チッ、チッっていう音になるわけですね。だから摩擦音は息が続く限りずっと連続で出し続けることができます。シーっていう感じですね。一方破裂音は、ワンショットですね。一回限りこの破裂が一回一回必要なんで、チッ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 、この音をずっと連続で出し続けることはできないですね。このシとチッはどちらも発声するときに喉が震えない無声音です。この2つの音の有声バージョンが今日のポイントになっているジとジの音になります。まず、カタカナで一応ジと書いている方ですね。これが摩擦音シッシッシッ、これの声ありバージョン、有声バージョンですね。シッと出し続けながら、途中で喉を震わせて有声音にします。これがジ、ジです。同様に、チの有声バージョンがジです。この音は破裂音で連続では出し続けられないので、交互にチとジを練習しましょう。チ、ジ、チ、ジ、チ、ジ、チ、ジ。だから僕ら日本人でもシとチの違いは認識しますよね。シとチ、チ、チは明らかに違う音だと分かります。それのそれぞれの有声バージョンもやっぱり違う音なんですね。ジとジです。多分自分で何回かこう言って練習してるとだんだんと全然違う音やなっていうのが分かってくると思います。
実は単語レベルで見るとこのチーに点々ジッの音の方が圧倒的に多いです。多分8割9割ぐらいはこっちの方が多いんですね、だからスペルで言うと J とか G とか DG みたいなそういうスペルで書かれる音は全部 G です。 G って G チーに点々の方ですね。だからジョンとかジョージとかもあれ全部カタカナで書くとしたらチーに点々の方が正確な気がしますね。だってチの有声音であるジなわけですから、チーに点々の方が正確に表してると思います。人の名前とかはほとんどもうチーに点々の方が多いですね。ジョン、ジョージ、ジミー、ジョナサン、ジョセフ、ジャクソン、ジェニー、ジェニファー。このチーに点々の方は、単語の頭とか後ろにこの音が来ることはありません。単語の途中でスペルが S の音ですね。で、たまにあるぐらいなんで、pleasure とかですね。ビジョンとかそれぐらいしか思いつかないです。だから基本はもうジチーに点々で少数派のジの方を覚える方が早いですね。ただ音のつながり単語のつながりによってこの今日紹介した4つの音に、生まれ変わる場合っていうのがあるんですね。というのが、単語の終わりが S の音、そして次の言葉の始まりが Y の音ですね、その場合 S と Y の音が重なった時は SH の音になります。例えば Bless you, Bless you、 こういうつながりの時ですね。ただまあ必ずそうなるのかって言われるとまあゆっくり別々に発音した時はこの限りではないですけどね。普通はでも、bless you になることが多いという音のつながりです。あとは、ズ、ズ。先ほどの S の有声音であるズと、あと Y の音ですね。このつながりがあるとき、例えば、I was young, I was young という音になります。あと、ビートルズでも、She loves you, ズと You の、つながりですね。She loves you になります。You。このときは、C に点々の G ですね。She loves you です。あと T の音と Y の音が、重なった時は、Get you, but you。 こういうつながりの音はこれはよく聞きますよね。I'll get you とかの you ですね。あと D と、Y の音が重なった時は you、 C に点々の音になります。 I need you。 あと She loved、過去形の場合の She loved you、 She loved you、 現在形の時は She loves you だったのが過去形の場合は She loved you になりますけども、これは聞き分けられたり言い分けないとちょっと意味的に誤解を招く場合があるかもしれません。まあ曲ですけどね、まあ言うてもほとんどジャジジュジェジョが出てきたらもうほぼジチーに点々やともう思といて間違いないですね。シーに点々の方をジーの方でちょっともう思いつくのはもうガールの、プレジャーという単語が出てくるとこぐらいしかちょっと思いつかないですね。わしとわしはさんたペンリートプレジャープレジャー、もうそれ以外は全部、ジジジです、While my guitar gently weeps の gently も、チーに点々です。 I've just seen a face の just もチーに点々です。 jet の jet も全部チーに点々です。僕たち日本人はチーに点々であるべきところを、シーに点々的に、歌ったり言ったりしてることが、まあ、ほとんどだと思います。だからジャジジュジェジョの音がこう、まあ、歌とかでちょっと弱いとか物足りないって感じる場合は、それが摩擦音になってしまっていて、その破裂音が持っているこの破裂的要素が足りなくなっている可能性があります。なのでほとんどはもうチーに点々であるという心がけで、この破裂音を練習してみてはいかがでしょうか。では本日のまとめです。英語のジーとジェは違う音です。そして8割9割方がチーに点々と言っているジジジ破裂音の方です。 She loves you や She loved you のように5と5のつながりでもこの音が発生する場合があるので気をつけましょう。C と G は区別するのにその有声音である G と G は区別しない、僕ら日本人は不思議ですよね。でも大昔は日本でも
C2 点点と C2 点点はちゃんと区別していたようです。それではまた次の動画でお会いしましょう。トミーでした。